うさぎとカメ。あるところに足が速いのが自慢のうさぎと落ち着いているのが自慢のカメがいました。2匹はいつも仲良く遊んでいましたが、よく晴れたある朝、うさぎがカメに言いました。ねえカメくん、今日はとってもいい天気だね。そうだ、今日はかけっこして遊ぼうよ。かけっこ？競争さ。走ってどっちが速いか競争するんだよ。ここがスタートで、向こうに見える丘まで走って先に着いた方が勝ちだ。楽しそうだね。わかった。やろう。2匹は楽しく競争することになりました。よーいスタート。競争が始まりました。合図が出てすぐにウサギが飛び出しました。急げ急げ急げ、ははー楽しいな。ウサギは後ろを振り返りました。おやカメくんはまだあんなところにいるぞ。このまま丘まで走って勝ってしまおう。ウサギは元気よくどんどん走っていきました。カメはゆっくりゆっくり走っていました。ウサギはもう見えなくなるくらい遠くに行ってしまいましたが、落ち着いていることが自慢のカメは落ち着いたままゆっくりゆっくりゆっくり走っていきました。よいしょ、ふう、運動は楽しいな。この調子で走ってか。カメは少しずつ少しずつ走っていきました。ウサギはちょうど半分くらいの距離まで走ってきました。うー、ちょっと疲れてきたな。おや、あんなところに木陰があるぞ。来た道を振り返りました。カメの姿は見えません。カメくんはここまで来るのにまだまだ時間がかかるだろうな。よし、疲れたしここで少し休んでいこう。ウサギは木の根元に寝転がり、そのままなんと居眠りを始めました。その頃、カメは一生懸命走っていました。時間はお昼頃になっていました。よいしょ、ふう、もう少しで半分だぞ。だんだん大きな木が見えてきました。根元ではウサギがぐうぐう寝ています。おや、あんなところでウサギくんが寝ているぞ。よし、今のうちだ。カメはウサギを追い越してゆっくりゆっくり進んでいきました。時間は夕方になりました。ウサギがとうとう起きました。よく寝たなあ。ああ、大変だ、寝過ごした。ウサギは飛び上がって慌ててゴールへ向かって走り始めました。もうすぐゴールだぞ。後ろから足音が聞こえてきます。さっきまで寝ていたウサギです。しかし、カメはそのままどんどん進んでいき、そしてゴールのテープを切りました。やったぞ、ゴールだ。あー、負けた、悔しい。カメくんすごいや。山の動物たちはカメくんに大きな拍手を送りました。